伊豆下田の上原美術館では展覧会陰影来賛を開催中です。作家谷崎潤一郎は昭和8年随筆陰影来賛を表しました。そこでは近代化の波に覆われた日本が直面する光と影の問題への考察が綴られています。美というものは常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを余儀なくされた我々の先祖はいつしか陰影のうちに美を発見し、やがては美の目的に沿うように陰影を利用するに至った、そう谷崎は述べています。本展では展示会場を日本家屋に見立て、影に潜むジャンルを超えた美をご紹介します。陰影の中に浮かび上がる美の魅力をどうぞお楽しみください。近代館第一展示室は日本家屋に見立てた薄暗い空間が広がります。金箔が施された仏像はもともとお堂や厨子の暗がりで配されてきました。黄金が日本家屋の暗がりで放つ美しさについて谷崎は次のように述べています。庭の明かりの穂先をぽーっと夢のように照り返している。私は黄金というものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。暗がりの中で光をうっすらと照り返す黄金の仏像は、自らが柔らかな光を放つかのようです。この部屋では平安時代の十一面観音に献花するように須田国太郎の花々が添えられています。闇の中に紅白の牡丹が咲き誇ります。背景には影絵のようなつぼみのシルエットが描かれ、その陰影に気づくと赤いボタンがゆっくりと深い影から浮かび上がってきます。須田国太郎はスペインに留学し、西洋絵画の伝統的な光と影の表現を学びました。帰国後は京都南禅寺の近くにある日本家屋の自宅で油彩画の制作を続けます。暗い影をまとった赤いボタンは東洋の陰影と西洋の光が融合するような不思議な存在感を放っています。日本家屋では古くから床の間の空間が大切にされてきました。谷崎は床の間について次のように述べています。しかしそれらの軸や花もそれ自体が装飾の役をしているよりも陰影に深みを添える方が主になっている。我らは一つの軸をかけるにも、その軸物とその床の間の壁との調和、すなわち床移りを第一に尊ぶ。本展では中央にかけられた
小林古径の日本画が陰影に深みを添えるように床の間の空間へと広がり、そしてルドンが描き出す幽玄な花々と出会います。余白の中に立つ一本の柿の木が赤く色づいています。大きな葉は単純化されながらも、その厚さや質感まで感じさせ、地面に落ちるかすかな音さえ聞こえてくるかのようです。余白はわずかな薄墨によって抑揚がつけられて、木の下の猫が見つめる画面の外へと広がっていきます。この作品は谷崎潤一郎が急増した作品です。谷崎は床の間に描ける絵について床移りが重要と述べました。画面を越えて床の間の陰影に溶け込む余白の広がりには、そうした谷崎の美意識が垣間見えるようです。日本には水を使わずに自然を表現する枯山水の庭園があります。第二展示室ではシスレイやボナールらが描いたセーヌ川、安井宗太郎が描く十和田湖、ルノワール・セザンヌによる水浴像が並びます。第三展示室では須田国太郎、安井宗太郎が描く山々、モネが富士山に見立てた雪景色を展示しています。山や水の風景は枯山水のように箱庭を思わせる小さな空間に大自然を感じさせます。それらの中から深い陰影表現が見られるマティスの作品をご紹介します。緑が覆い茂る木々の向こうに赤い屋根が見えます。マティスはこの絵を描いた頃、鮮やかな色彩に伝統的な陰影表現を呼び戻す試みを行っていました。陰影を最も表しやすいものの一つは無彩色である灰色のグラデーションです。本作では地面に灰色が塗られることで、木々の向こうから差してくる光が表されています。ひとたび光を感じると画面に陰影が生まれ、遠くの赤い屋根の奥行きが一層深くなっていきます。西洋絵画における陰影表現の豊かさが垣間見えるマティスの美しい風景画です。上原コレクションはもともとコレクター上原昌司が自宅に飾るために集めたものです。今回の展示では邸宅に作品を飾るようにさまざまな場所に展示しています。多目的室は上原コレクションの温かな光が感じられる時代や場所を超えた小さな空間が広がります。ホワイエへ入ると天空から降り注ぐ光の中に薬師如来像とキリスト像が出会います。個人のコレクターが持つ眼差しの前には時代や場所、
ジャンルを超えた美の世界が広がっています。これらの中から新収蔵初公開となる狛犬をご紹介します。平安時代に作られた小さな狛犬の像です。狛犬はもともと遠くインドの釈尊を守る獅子の霊獣が原型と言われています。メソポタミアやエジプトに起源があると言われる獅子像はシルクロードを経て中国朝鮮半島日本へ渡り、いつしか寺院や神前を守る狛犬になりました。両手で抱き上げられる大きさの愛らしい像ですが、大地を踏みしめて少し見上げるその眼差しは大切な何かを守っているように見えます。上原コレクションに新たに仲間入りしたこの愛らしい像は、人々を守る優しい光をまとっているかのようです。仏教館を奥へ進むと、長い回廊の先に須田国太郎静仏が再び陰影の世界へと誘います。果物が入れられたカゴの下には赤いクッションが敷かれ、その左には一輪のバラが添えてあります。そのバラに気づくと、目は一層深い影の中へと導かれて、カゴが置かれた椅子や背景の空間に気づきます。すると初めに見た果物の光が一層輝きを増していきます。須田国太郎の絵画は一見暗く見えますが、見るほどに影の中から豊かな色彩が浮かび上がり、見るものをさらなる陰影の世界へと誘います。仏教館の奥の部屋は再び日本家屋の陰影に包まれています。部屋の左側に目を向けると、暗い室内の向こうに明るい光が輝いています。ここに並ぶピサロやモネ、ルノワールなど印象派の風景画は、日差しの遠く向こうにきらめく屋外の光を感じさせます。右面は薄暗い室内に愛にまつわる作品が並びます。中央の2つの掛け軸は小林古径による道成寺、新収蔵初公開となる作品です。この作品は能の演目である道成寺をテーマとしています。道成寺の鐘をめぐって男女の愛憎が展開するこの物語を、古径は女性の立ち姿と庭に咲く桜のみで暗示しています。正面に目を移すと、屋内の闇が広がり、その陰影の中から小林古径、芥川が浮かび上がります。闇の中に一人の女性が横になり、その傍らには闇に紛れて鬼が立っています。本作は小林古径が伊勢物語の第6弾
芥川に賞を得た作品です。物語はある男が思い続けた女性を連れて逃げるところから始まります。二人が芥川の近くまで来ると、夜が更けて雷が鳴り始めたため、男は蔵の中に女性を入れて戸を守ります。しかし雷鳴に紛れて鬼が現れて、その女性を食べてしまい、翌朝男が蔵を開けると誰の姿もありませんでした。本作はまさに雷雨の中、女性の前に鬼が現れた場面です。余白に漂う闇は掛け軸の外にまで広がります。本作は陰影の中でこそ本来の美を見出すことのできる新秀蔵初公開となる作品です。展覧会の最後に闇から浮かび上がるのが鎌倉時代の阿弥陀如来像です。左足を踏み出して静かに黄金の衣をなびかせるその姿は、暗がりの中で見ると今にもこちらに歩み寄るかのようです。水晶がはめ込まれた玉眼は闇の中で鈍い輝きを放ち、まるで慈愛の眼差しをこちらに向けているかに見えます。谷崎潤一郎は日本家屋の暗がりで放つ黄金の美しさについて、私は黄金というものがあれほど鎮痛な美しさを見せる時はないと思う、そう述べています。金箔が施されたこの阿弥陀如来像は、陰影の中でこそその本来の姿が浮かび上がるのかもしれません。谷崎潤一郎は陰影来賛の最後に次のように述べています。私は我々がすでに失いつつある陰影の世界を、せめて文学の領域へでも呼び返してみたい。本展は失われつつある陰影の世界を美術館の展示室に呼び返してみようという試みです。暗い展示室の中で仏像や絵画が織りなす陰影の魅力をゆっくりとお楽しみいただけましたら幸いです。